俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。不自由なやつだ、もしくは家畜だ。そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。何の疑問も抱かず、ただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。エレン、お前が大嫌いだった。マフラーを巻いてくれね。